よし、じゃあまたちょっとクラフトしていきたいんですけど、やっぱ電力量ですよね。電力貯蔵を上げたいので、これもいけますね。電力も溜まってるんで、これ作っちゃうか。とりあえずここら辺のものを、あと板があればいいのかな。あ、板ありますね。これで電力貯蔵を、バッテリーですよね、クラフト落ちるけどしょうがないですよね。よし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 、またいろいろ拾ってくるか。とりあえず魚釣れるのはでかいですからね。あ、できましたね。これは外置いとけばいいのかな。よいしょ。あ、エリアが指定されて、あ、なるほど。この範囲にいろいろ置いていけるわけですね。お？あ、やっぱこれ土台くっつけなきゃいけないのか。なんか土台の上に置いた方がいいかな。土台もう一個あった方がいいかもしれないですね。なるほど。それか屋内、まあ後で移動させてもいいのか。じゃあ電力装置を邪魔だなまあ多分動かせると思うんでいいんですけど、向きはこれでいいのかな。ここら辺に置いときましょうか。おー、でかあ、はい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 、これで線まで貯められるってことですよね。やっぱ土台もっと置いていかないとダメだな。とりあえずまたいろいろ集めましょうか。資源とか集めていかないと。またウサギ取れたかな。あ、紐とか取ってきましょうか。あー、そこにある。はい、あ、いいですね。野菜を食べたいんだよね今ね。イモムシとかもバンバン取りましょう。お、弾薬ですね。弓矢来い。あー、いいですね。ショットガン、ショットガンももう作れるんで、ここら辺も作っていくか。イモムシも取って、釣り糸も量産しよう。イモも取りつつ、わー、なんかいっぱいいんなそこ。あれ、罠はどこ行った。あ、罠まだ入ってないですね。いや、クマとかオオカミとかかなりいるな。野菜、あと畑も作りたいですね。野菜系を安定して取っていきたい。なんかもう夜か。今7月ですもんね。まあ一番過ごしやすい時期ではあるのかな。暑くなりすぎるとかあるんだろうか。また明日の昼間ぐらいにお隣さん様子見に行くか。今玉数も結構増えてきましたからね。10発あんのか。あ、鶏がいる。どこ？あー、いたいたいた、あそこか。あの鶏やりたいですね。羽が欲しい。止まれ、そこで止まれあ、いいとこで止まったかも。あー、待って、もう弓矢がないのか。矢を使い切りましたって出てる弓矢また、そっか、羽まだあったかな。羽残ってるやつで矢を作って鶏をやれるようにしないとダメですね。これって結構持つのかな。食べちゃいたいな。これ食べましょうか。腐ったらもったいないですもんね。どれぐらい持つか、どんぐらいで腐るか分かればいいんですけどね。まあいいや、食べよう。ちょっともったいない気もするけど、ほぼ全開ですね。あと野菜があればいいんだけどな。ショットガンの弾3発揃ってんのか。羽が1本だけ矢も作れますね。ああ、釘も必要なのか。
火薬も溜まってきたけど、拳銃の弾はもういいかな。あー、ロープがかなり作れるな。やばい量ある。こんぐらい作っとくか。木もそんな燃やし続けなくても大丈夫なぐらいありそうだな。羽だな。羽拾わないといけないですね。あとは、4マス家ぐらいにしたいな。そうすればもっといろんなものを置いてけますもんね。で、2階とか作ってきたいですよね。そのためにはやっぱ板が大量に必要か。土台ですよね。いや、お隣さん気になりますね。もうなんか家完成してそうですけどね。ショットガンあれしようかな。これ何？ BCU 範囲拡大。あー、建設場所を広げられるんだ。掘削機とかあるな。それもいいですね。これ欲しいですよね。畑かな。畑欲しいな。これ夏場もオーロラ出てるんだな。わー、すごい。土台も作れるようにしましょうか。2つほど。よし、明るくなったんで、ちょっと土台置いてこようかな。これで。はい。こうして、もう1個も置いて、4マスですね。あとはまた、壁系を作っていけば OK か。とりあえず、あ、その上で、釣りとかすればいいかな。木切ってから、そうするか。あとは、鶏、昨日置いたやつを、あ、いたな、今。それやりたいんですよね。もうちょっと明るくなったら、お隣さん家見に行きましょう。あ、鶏ですよね、多分。姿が見えないな、草むらだと。あー、逃げられた。なんか分かりやすいとこ行ってくれないかな。消えちゃいましたね。しょうがない。まあ、あとはこの鉱石とかもかまどで焼いて、鉄とかになるんだったらいいですよね。まあ、ワークベンチか。とにかくでかくしないと。ちょっとお隣さん家、見てきましょうか。様子見。ついでになんか、アイテム系も取りたいですけどね。あそこ、あ、あそこになぜか狼いるな、今日は。ちょっと上流側から行きましょうか。さあ、家がどうなってるかですよね。結構アイテム建築速度速かったかな。この先ですよね。ちょっと苗さん、うろついてるかもしれないんで。注意しながら行こう。なんか箱とか置いててくれないかな。物資欲しいですよね。あー、できてる。あ、結構なんかちゃんとした家になってるっぽいな。お隣さん今どこいるんだ。まだ寝てんのかな、中で。パッと見見えないですね。出てくる？家の中にいんのかな。あの焚き火の中見てみたいですよね。いる音ないです。ああー、もう閉まってんな。お隣さん家閉まってますね。今見れるかも。もらい。よしよしよし。とりあえず朝ごはんゲット。あー、撃ってきた。待って待って待って、やばいやばいやばい、バレた。あー、来てる。あー、やばい、やばい、やばい。
ああ、やばいやばいやばい、ああやばい、死ぬ死ぬ、ああ最悪、ああ死んだ。なんかショットガンとかいろいろ持ってたな。やば。来る？撃ってるぞまだ。収まった？なんかいろいろ持ってたな。とりあえずベッドから起きれたけど。どうなった？大人さんなんか撃ってました。めちゃくちゃいろいろ持ってんな。弾使っちゃった。あ、クマにやられたんじゃないですか？もしかして、お隣さん。あのクマ、生きてるってことは、どうだ？ああ、とりあえずもう弾もないし、朝ごはん取れたのは良かったんですけど、あ、弓矢半分になってるぞ。お隣さん死んでんじゃないですか？あのクマと戦って、やられたとか。何かと打ち合ってたんですよね。なんかそのあたりで死んでそう。それだといいんですけどね。なんか痛い。ちょっとこっち側ほんとショットガンとかないとダメだな。どうなった？ん？あ、ビーコンが設置された。なんか撃ってたんですよね。あー死んでる死んでる死んでる待って待って待って、大人さん死んでるじゃないですか。取れないのこれ。あ、消えた。大人さん死んでるな。クマにやられたんだ多分。そういうことですよね。よし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 、これってもう湧いたの？もしかして大人さんはアイテム拾えないのか。でも何もなかったですよね。アイテムは拾えないのか、倒しても。ってことはレベル、あー、バック出てる、バック出てる。よし。あ、死んだら湧くん、よし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 。ゲットゲットゲット、なんかいろいろゲットした。帰ろう。やりましたね。こっちはやってないけど。クマにやられるんだ。あー、じゃあ、なすりつけもできますね。番犬とか変えたらいいのにな。まさかのお隣さんクマにやられてた。どうなんだろう、しばらくは出てこないのかな。はーい、よしよし。現物の武器とかはもらえないんだな。あんま倒しても意味なさそうですよね。とりあえず帰ってきた。あー、何拾ったの？あー、武器の部品。アップグレード用なんだ。あとは、火薬とかですよね。まあ、でも十分でしょう。よし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 。でかい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 。お隣さんとこ行ってよかったな。これとか置いてくるか。いやー、でも弾数減りましたね。ちょっと拳銃はもう置いとこう。このだけのあれじゃ、全然倒せなかったからな。やっぱ武器、ショットガン欲しいですね。ショットガンを作ろう。作るだけだったらできると思うんで。なんかライフルみたいの持ってたからな。探索範囲広げて、やってこう。なんか箱回収ですね。武器が欲しい。やばいな、お隣さん強かったな。これで相手も武器ロストしててくれたらいいんですけどね。まあ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 、これでしばらく相手おとなしくなるかな。おとなしくしててほしいですね。勝てないや、おとなえさんに。来たら、狼とか熊とかうまくなすりつけて、倒すしか方法なさそうですね。やばい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 。これはダメ。箱が欲しいな。やっぱ武器ですね。ショットガンを作りましょう。弾3発ぐらいしかないんですけど。拳銃だと無理だな。かなりきつい。
で、こういう箱ですね。これをどんどん見つけないとどうしようもないな。本気でお隣さん攻めてきたら負けますね。今の戦力だと。それが分かった。ああ、こういうの、こういうの。ここら辺を取って。ああ、いいですね。現物は本当にありがたい。ショットガンの弾とかもこまめに集めるしかないな。箱。ああ、いいですね。ああ、結構溜まってきた、溜まってきた。やっぱこれだな。ああ、クマがいる。そこ洞窟みたいになってんな。おお。あ、これ前見たところか。特に何もなしと。箱がありますね。これも取りつつ。うん。釘も建築のために必要なんで、箱集めだな。なんかレーダーみたいのないのかな。箱の場所が的確に分かるといいですよね。相当数落ちてるんですけど、意外と分かりにくいんだよな。あ、そこにある。クマいますね。クマがほんと脅威。かなり危険だからな。よし、火薬。あ、矢が外ってきたな。3本か。まあまあ増えてきた。ベリー食べよう。冷蔵庫とかもあればな、食料保存できますよね。魚いっぱい釣って。冬がな、気温下がったらやばそうなんですよね。動物も少なくなるだろうし。湖凍ったりすんのかな。そうなるとほんと最悪ですよね。あ、やばい。あ、箱いっぱいあるんだ。あ、箱いっぱいある。全部拾いたい。こう上から下に降りていくと箱も発見しやすいしいいですね。あ、ここなんか箱いっぱいありません？どこにもあるし。なんかご飯も欲しいな。あー、ありがたい。こっち側にもあった気がするんだよな。はい。あー、いいですね。ここら辺は食べたい。はい。あ、だいぶ上がったな。もう野菜系はしばらく大丈夫かも。で、そっち側にも箱ありましたね。あー、向こう側か。戻りますか、一度。だいぶ取れたんで、焚き火ももうだ。あ、あー、待って。暑い？あ、鶏がいる。暑いっぽいな。あー、ミスった。確実に当てたいんですよね。なんて書いてあるか読めないの、それ。熱い、熱いっぽいな。もう大変だな。服とか作んないといけないですね。動物狩らなきゃな、もっと。あ、良くなった、良くなった。大丈夫かな。多分熱いマークですよね。湯気みたいな感じだったんで文字が読めなかったけど。ここら辺も回収して、あ、8月ですね。やっぱ夏は夏で過ごしにくいのか。おお、あ、よしよし、矢回収。意外と矢はどうにかなるか。いますね。よし、やった。ようやくやれましたね。あ、生きてる。帰ったらやっちゃうか。ポキッとしましょう。ハンターどうなったかな。もう復活してますよね、きっと。相手の拠点ってこう斧とかで生きられんのかな。ここら辺も気になるけど、あー、これは取れないかな。あ、ベリー。はい、よし、 OK。 おー、だいぶ資源集められたな。はいはい、種系も畑とかもいけそう。あ、なんか捕まってんな。はいはい、あ、ウサギいけましたね。
よし、これぐらい入れとくか。うん、晩ご飯には十分かな。戻ろう。ハンター来てないですよね。怖い。ハンターが怖すぎる。うん、大丈夫そう。とりあえずここで釣りしたいですよね。もう一個ドア作ろうかな。二つドアにするか。はいはいはい、いいんじゃないですか。